前回の動画でオイル交換をしてスーパーゾイルの点火したので、エンジン内部のメンテナンスに寿命延長になり、エンジンが滑らかに動けば静かになるし、振動減るし、走り出すことにしました。この三角ずれで目的は土寄せとは埋め立てとか効率よくして時短する。今までは桑で畝を作ってたわけですよ。体がついていかなくなったのでガラクタで作ってみて、どうなるかと遊び半分走ってみます。今のところ順調に土寄せできてます。長ネギの土寄せに使えそうですね。ちょっと三角板の抵抗が大きく前に進みません。ここはちょっとした上り坂。下りは耕運機の重みもあってスムーズに進みます。初めてのことなので畝が細いですよ。スーパーゾイルの効果なのか、エンジンオイル変えたからなのか、エンジンのうなり音はだいぶ改善されました。いいですね、ゾイル楽しくなります。 U ターンするとひねくれる気温。ここから20倍早送りで様子見て、土寄せ木の形を土寄せ木のように形を作ったり、羽のようにカットしたりと妄想中。畝として完成はしなかった。トンボで軽く形作って終わりにしようか。だがしかし、桑だと2日かかるが半日もかからない。筋力アップはできないが、体力は持つね。家庭菜園あるある。家庭菜園あるある。お父さんのまねっこ。ここに刺して。
マルチ張り自動のやつとかいいな。結局クワの出番ですよ。今度は一人でマルチ張りに挑戦中。あ、肩を落とす。最後は楽しくトントンして終わり。